エモエモ。こんにちは、エモコです。今回はクリスタの超便利な機能を5つ紹介します。全部覚えるとかなりの時短になるので、よかったら参考にしてみてください。それでは行ってみましょう。便利機能その1、レイヤー選択。いつの間にか書いてしまった線を消したいとき、レイヤーが多すぎて選択したいレイヤーがどこにあるのかわからない。レイヤー一つ一つ確認するのは辛すぎる。そんな時には操作ツールのレイヤー選択で選択したいところをクリックするとレイヤーが選択できるので消します。もっと簡単に選択する方法はキーボードの D を押しながらクリック。レイヤー選択できました。 D から手を離すと直前に使っていたツールに戻ります。すごく便利。別のレイヤーを選択してしまう場合には操作ツールのツールプロパティでロックされたレイヤーを選択しないをチェックします。間違えて選択したレイヤーをロックしてから D を押しながらクリックで再チャレンジしてみてください。便利機能その2、レイヤーテンプレート。手動でたくさんレイヤーを作るのが面倒くさい。そんな時は絵を描き始める前にレイヤーテンプレートを読み込むのがおすすめ。あらかじめ登録しておいた自分の使いやすいレイヤー構成をクリスタが自動で作ってくれるので、絵を描く途中に手動でレイヤーを作らなくてよくなります。レイヤーテンプレートの作り方、まずはテンプレに登録するレイヤー構成を作ります。完成したイラストのレイヤーを全選択して消去した後、テンプレ用に整える作り方が簡単です。うっかり上書きしないように別名保存してからレイヤーを空にしてください。ボルダ分けしたり色をつけると見やすくなります。レイヤー構成ができたら編集の素材登録テンプレートをクリック。素材名や保存先、検索用タグを設定して OK。 テンプレート素材の登録ができました。使い方は新規キャンバスを作った後、素材のところからキャンバスにポイッとドラッグ&ドロップするだけです。ぜひ活用してみてください。便利機能その3、線幅修正。線ができた。もう少し線に強弱欲しかった。あー、ここ細くしたい、こっちは太くという感じに後から直したくなる。そんな時には線修正ツールの線幅修正、線を太くしたり細くしたりできてとても便利です。ベクターレイヤーで使う機能が多いのでずっと勘違いしていましたが、このツール実は一つだけラスターレイヤーでも使える機能が紛れています。よく見てください。ベクター線なんとかって名前が多いけど、線幅修正にはベクターって書いてない。実はレイヤーがラスターでもベクターでも線幅修正はできます。ラスターの場合には指定幅で太らせると指定幅で細らせる以外の機能は使えないけど、線の修正には十分だと思います。最近まで知らなくてショックすぎたのでみんなに知らせたかったんですよ。便利機能その4、絵の色を調べる。ネットで見つけた絵に使われている色を簡単に調べる方法。クリスタで画像を開いてスポイトしなくても OK。絵の練習や二次創作におすすめのクリスタ便利機能。原作と同じ色を塗りたい、組絵師が使っている色を調べたい、そんな時にはまず色を取得したい画像をブラウザで表示するか、保存した画像を音アプリなどで表示します。次にクリスタを開いて編集の下の方にあるウィンドウを隠して画面の色を取得をクリック。クリスタとブラウザで2画面表示している場合には画面の色を取得をクリックするとカーソルがスポイトになるので取得したい色のところをクリック。クリスタで先ほどの色を選択した状態になるので色を塗ったりカラーセットに登録したりしましょう。続けて何度も色を取得する場合にはショートカットキーを設定すると作業が楽になります。この画面の色を取得する機能はパソコン版だけなので、iPad 版の場合にはタブビューがおすすめです。使い方は簡単。色を取得したい画像を iPad に保存してタブビューで開きます。タブビューにあるスポイトマークをタップします。自動でスポイトに切り替えという名前の通り、タブビューの上にペンを持っていくと自動でスポイトに切り替えられるようになります。画面を切り替えずにすぐ色を拾えるので便利です。
カラーセットを作る代わりによく使う色をまとめた画像をサブビューに表示しても良さそうです。便利機能その5、花を簡単に描く。クリスタの境界効果で簡単に花を描く方法です。人の周りにお花を描いて華やかにしたいけど描くのが面倒な時はレイヤープロパティにある境界効果を使います。こんな風に線と塗りが同時に描けるので普通に線画から描くよりも花びらや葉っぱ、茎が簡単に描けます。境界効果の使い方はまず新規レイヤーを作った後にレイヤープロパティの左端にある丸をクリック。縁の太さや色の調整は後からでもできますがひとまず縁が見えるように暗い色に変えます。あとは G ペンなどシャープなブラシで絵を描くだけです。逆に絵を描いた後に縁をつけても大丈夫です。花と葉っぱ、花びらの奥と手前など重なっている部分がある時にはレイヤーを分けた方が良さそうです。この花は手前の花びらから描いたので奥が描きにくかったです。奥の方から描き始めるか下に新しいレイヤーを作って裏側を描けばよかったと思います。絵が描けたら線の太さや色を調整します。境界効果は人を描く時にも使えるので時間がなかったり線画を描きたくない時などに使ってみてください。おまけに境界効果のよくある使い方を紹介します。人や文字を囲む使い方です。背景に埋もれないように目立たせたい時に使います。人なら線画と同じ色にしたり白縁にしたり、文字は漫画の効果音に白縁がついているのをよく見ます。ということでクリスタの便利機能5つ紹介してみました。少しでもお役に立てれば嬉しいです。クリップスタジオペイントには今回紹介した機能以外にも便利な機能がたくさんあって、例えば線をきれいに早く描けるベクターレイヤーという機能や左手デバイスを使った時短テクニックなど他の動画でも紹介しているのでよかったらそちらも見てみてください。他にもこんな便利な機能があるよという人はぜひコメントで教えてください。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。